続いては、9.9 年前にこのラジオでやっていたあなたのお悩みを即座に何でも解決するドクターがやってたね。スーパーになって帰ってきたスーパードクター G。それでは早速相談のハガキ。ハガキって、ハガキってあれ、東京都ベルサイユドクター G、 私の真剣な悩みです。聞いてください。舞台の上での自分と普段生活している自分とのギャップにひどく苦しんでいます。ガクツさん、そんなことありませんか？いい解決方法を教えてください。ないもんだって、そんなの。ドクター G。めちゃめちゃ久しぶりじゃない。うわ、めちゃ久しぶりじゃない。元気か？元気です。ほんと久しぶりだな。YouTube で見てるよあ、これアルバムできたんで、もしよければ。 ありがとう、はい、頑張ってるよね。すごいよね。ありがとうございます。そうそう、ラジオなんですよね。うん、でもビデオ回ってんだけどねラジオ風、ラジオ風、ラジオ風 DVD そんな仕事に呼ぶなよっていやいや、びっくりしました。そもそも2人、ね、今何て名前でやってんの？今ベルサイユっていう名前で。いや、そう知ってんだ、はい、そんなボケはいらないんだよなんだよそのボケ方。名前上条ですよ。あ、上条やってんだ、はい、ずっとそうです。そうなんだ。なんで上条一緒にいたんだっけ僕、ガクトさんもローディーだ。そうっすよ、そうだそうだったそう、はい、ローディーだったの彼。知らない人多いんだけど、はい、自分で言ったことはないので。そうだよね、はい、知らない人多いんだけど、ローディーなんだんだよ。そうですね、全国ツアー回ってたよね。回ってましたねはい回ってたよね。回ってましたよね。え、はい、ぶっちゃけどんな人？ぶっちゃけですか、もう会った瞬間極真空手でした上条構えろから始まりました、はい、回し蹴り、びっくりです、はい、でも優しいよ基本は。基本僕だってローディー殴ったりしないもんね。僕覚えてないですね。でしょ、殴られてても殴られてなくてもいやだ、はい、お前もさそういうふりすんなっつうんだからすいませんでも喧嘩むちゃ強そうなイメージあります絶対どんなに俺一生ガクトさんには歯向かえないですもん立場上もありますけど、はい、見習うところがいっぱいあって本当に助かります。いや、まあ僕は天才だからな。それは分かってます、はい、それは分かってる、そう教育されてきたんで、はい、いやでもね、当時のマリスもきつかったよね本当に。ツアー回ってさ、全国で車運転すんのとかさ、はい、ほんときつくてなあれさ、はい、お前いたっけ、高速で車乗ったらさ、はい、タンクして車回ったのっていたっけ？あ、いなかったです。あの時いなかったんだ、はい、めっちゃ怖かったんだよ。バージョンですか？そうそうそう、みんなでバーッと走ってたらバーンとバーッ回ってさメンバー全員死ぬかと思ったからね。その晩僕たちいただいたんですよそうだっけ。それで初めて分かったんですけど、助手席じゃなくて後ろのドアのところに、うん、マジックで俺はもうダメだって書いてあったんですよ。どのメンバーさんが書いたんだろうってずっと気になってたんですよね頑張ってるね最近ね。いやいや、ほんとすごいよね。とんでもないっす。この見に行ったのライブ、あれどこだっけ、高田のババのエリアだよね、はい、見に行って頑張ってんなと思って、その後もお電話させていただいて、うん、板手にかけてくるのこいつ。いやいや後輩ばっかりじゃん。すごいガクトさんって本当に思いっきり真剣にアドバイスしてくださいますよね。うん、一応ね、細かいところまで、はい、上手くなってほしいしね、はい、そういえばいろいろ 9.9 年前ということで、っていうかさ、はい、お前さっていうか変態じゃないかこれ。いや僕持ってきたわけじゃないんですよ、スタッフさんに渡されたんですよこれ持ってってくれって言われて
僕が家から持ってきたら面白いですよね。しかもプレイボーイとか。その9年前に、ね、あ、モームスだ、覚えてるよ。ソロになる前にマリスだったの。そうそう、僕ねこの時ねすっごいいろいろ思ってたことがあって、楽屋に行った時に一番最初に気づいたことがあったわけ。このモーニング娘。の横の丸なんだろうって。あ今普通だけどね。そう、私モーニング娘。丸って書いた時に間違ってるだろうって最初思ったわけ。お前最初ね嫌がらせだと思ったの。もうあの新人をいじめるなんかだろうと思って、雑誌見たら丸ついてるからさ。可愛いんじゃないですかね丸が。あでもね、あのガクトにももう丸つけるから。あ本当ですか。ダメ。デビュー10周年で10周年あとガクトオスマークになる。ツンクさんのやつ全部パクリじゃない。人のじゃない。なんかそう、はい、聞いたらさ、はい、ベルサイユさ、はい、なんか名前募集してるんでしょ今。あのアメリカにベルサイユってバンドがいたらしくて、あの商標登録の問題で文句言われちゃったんですよね。あそう、なんてやるだろう。それでこれ以上その名前使うんだったらお金払えみたいな感じで言われて。すごいね、やっぱりアメリカだね。もう使うなって言ってきましたね。もうベルサイユジャパンでいいよ。いやお客さんに募集したらそればっかり来るので。やっぱりさすがにちょっと僕らも真に受けますけどね。はい、現段階で。じゃあ間に入れるとかどう。ベルジャパン左右とか。新しいですね。ちょっと、はい、本物の名前っぽいじゃん、ベルジャパン左右。いやそれでもナイーブな問題なんで慎重に考えたいと思います。あ、カタカナ後ろにつければいいんだよ、商標登録クリアできるよ。ああか、もしくは発音記号、普通に日本語の記号がダメだったんですよね。え、なんで。なんか丸にしようかと思ったんですよ。どうさっきもう一度。いや丸じゃなくてピリオドにしようと思ったんですよ。ベルサイユ点、はい、うん、思ったんですけどダメ言われました、ね、じゃあ伸ばしたらベルサイユ。ベルサイユ。そこ伸ばすんすか。ちょっと渋谷系っぽくない、はい、ベルサイユみたいな。一言っていうかね、面白い、面白くない上条って、うん、面白いでしょ、うん、僕ね上条は頭悪いなと思ったことがあったんだけど。なんすか、すっごい怖いんですけど。あのね、うちのねローディーをやってた頃に船で移動してる時に。あそうですか。こいつはさバカで、あのうちのメンバー、他のねマリスのメンバー、神とか浩二とか結城に呼ばれてね、いきなりそのメンバーになんか服を無理やり脱がされ始めて、しかも他いるんだよ客、何やってんだよとかって聞いたら、さあマリスのメンバー3人とラレーヌの3人で6人でトランプやってウノかなんかやったらしくて、負けたら裸で船のデッキに出るとかっていうことやってたらしいの。最終的には負けたのはその彼らが負けたらしくて、で無理やり服をもう脱がされまいと一生懸命頑張ったわけ。もうデッキのところ でお前ら負けたんだから脱げとか言ってやり取りしてんの。それ見ててこいつらアホだなとかって思ってたわけ。裸でなりましたね、やってたね、はい、まあそんなわけで、はい、上条今後の予定は、はい、今後ですか、うん、あ実はですね12月の23日に CC レモンホールでワンマンが決まりまして。すごいね、頑張ります。見に行くよ。あ本当ですか、うん、ありがとうございます。ちょっとステージに飛び込むよ。逆ダイブ。逆ダイブするよ、逆ダイブ、うん、まあ、そんなわけで、はい、いやでも嬉しかったよ、久しぶりに会えて。こちらこそありがとうございます。ありがとうね。そんなわけで、はい、ベルジャパン最後の上条でした。ありがとうございました。ありがとうございました。嬉しいな。ありがとうございます。ありがとうね、はい、いや本当に本当に久しぶりで、ありがとう。